どうも、うららです。この動画は大の大冒険が人生で一番大切な漫画だと思っている私うららが大の大冒険アニメ視聴ホヤホヤの感想を話していく動画です。今回の新アニメで初めて大の大冒険見ているよっていう方にもネタバレがないように話していきますので、最後まで安心して見ていってください。今日は第96話の感想を話していくんですけど、まあ、96話を今日見て、うららさんもっと泣いてるんじゃないかってね、きっとね、動画の始めからボロボロ泣いてるんじゃないかって思った人たくさんいると思うんですけど、もうなんか逆になんかワンワン泣きすぎて今ちょっと冷静になりました。でも泣いた後なんで鼻はちょっとグズグズ言ってるので、ご了承ください。第96話、もうタイトルがね、線香のように、もうこれはもう漫画読んでた人は全員が多分先週の次回予告の時点でうわーってなったと思うんですよね。もう本当に大の大冒険の一番の名シーンというか、いろんな名シーンがそれぞれ人それぞれあるんだけど、全員で名シーンを一致させましょうっていうゲームがあったとしたら、全員線香のようにっていうシーンだと思うんですよ。時系列順に話していきたいと思うので、その話はちょっと後でしたいなと思います。まずベルザーが登場したんですけど、前回本編の感想とあとコメント返しで話したこととちょっと重なってくるんですけど、太陽がすごいなって思ったんですよね。バーンは太陽の力ってものにすごく憧れがあって、その太陽の描写がこのシーンずっとこうされてるなと思ってて、でベルザーのについての説明がやっぱりこう漫画の通りに結構ちゃんとあったんですよね。まあアニメでバーンの完全勝利を演出するために出てきているだけっていう考え方もできるんだけど、漫画ではねやっぱり動かない回想シーンというか、サラサラサラって感じの回想シーンだったのが、結構しっかりめに回想されたのが、いやなんか本当に続編あるんじゃないかって思ってしまいますよね。どうしてもやっぱりこの展開とか魔界とかが出てくる次の話があるんじゃないかってちょっと思わせるぐらい、ここの演出がこうしっかりしてるというか、本当に次あるんじゃない、これ全部伏線なんじゃないって思わされたシーンでした。それは本当に分かんないですけどね、本当にあったらめっちゃ嬉しいけど、まあ、いろんなねことがあると思いますから、なんでやってくれないんだよみたいななんないけど、やってくれたら嬉しい。でこのバーンが完全勝利を確信するこのシーンなんですけど、さっきも言ったようにやっぱり太陽がすごく輝いてるんですよね。明日の太陽は魔界を照らすために昇るって言ってて、バーンの悲願なんですよね。でその話がここでされるんですけど、自分たちを閉じ込めた神々が憎いっていう、で漫画で読むよりももっとこのバーンのその憎しみ憎悪みたいなのが強く表現されてるなと思って、前回の動画のコメント返しの部分で話したんですけど、バーンは最初から強かったのか、それとも努力したシーンがあったのかっていう話をしたんですけど、強さに関してはつまらなそうって感じがするっていう話をしたけど、ここのシーン見て、いややっぱり相当な悲願だと思うんですよ。ようやく太陽が自分の魔界を照らすんだっていうことがすごい嬉しくなったというか、その最後の一手を悟られないようにとかいう話もね、相当綿密に計画を立ててしっかりとここを目指してやってきたから、これだけの悲願達成みたいな感情になるんだなと思うと、やっぱりバーンも欲しいもののためにまあ努力してきたって言い方が正しいのか分かんないですけど、努力してきたんだと思うんですよね。その長さだけで言うと、もちろんその人間の寿命と魔族の寿命は違うわけだから、全然感じ方も違う。ロンベルクが言ってたように、その何百年生きてもすごく薄い人生を送る人もいるっていう、魔族はそういうのがあるから感じ方は違うんだろうけど、でもなんで自分たちには太陽がないんだ、太陽を奪った神々が憎いってバーンが思い続けてた年月と、この大の冒険のその数ヶ月っていうのって、苦しみの長さが比べ物にならないんじゃないかなって思ったんですよね。そう思うとなんかバーンが哀れに思えてきて、やっぱりここでなんか大の大冒険ですごく描かれてるなって思う、それぞれに理由があるっていう部分、それを分かった上で自分の大切なものを守らなきゃいけないなって思って、大はバーンを倒すっていう決意、お前を倒してこの地上を去るっていうシーンにそれが描かれてると思うんですけど、ただの自分たちの平和を奪う悪いやつではない、そもそも奪われていたのはバーンの側なんだっていう、昔バーンたちから奪ったものを自分たちは何も知らずに受け取ってたんだっていう、なんか本当に悲しい、戦争っていうものってそうやって生まれてるんだよなって
考えさせられるシーンだなって思ったんですよね。これちょっと話それるんですけど、なんか私はじゃあ戦争って止める方法ないよねとか、じゃあ人と人がいがみ合うのって仕方ないよね、だから仕方ないですじゃなくって、それを知ること、そうやって考えられるようになることが抽象的ですけど平和っていうものの一歩である。で、前に進み続けないと後退するばかりだと思うんですよ。これは普通に仕事、歌手という仕事をしててもそう思う。水注いだら増える、注ぐのやめたら一定じゃなくて蒸発して減ってくじゃないですか。なんかそれと一緒で、ほっといたら減ってくと思うんですよ。だから自分たちがこういう悲しい出来事があるっていうことをちゃんと考えるとか、それで実際何の行動が今できることがあるかっていうと、自分たちの力はとても小さくて、私はすごい無力だなって思うことも多いんですけど、考えることをやめないとか、疲れたらまあもちろん考えることやめるんだけど、でもその精神というか、この方向に向かいたいんだっていう気持ちは捨てないとか、なんかそういうことはすごく大切だよなって思う。バーンみたいな存在がいても、それを倒さなくちゃいけない台になったとしても、もっといい方法ないのかなって考えるとか、いろんな目線で幸せについて考えるとかっていうことを、やめないという人が増えることが、なんかそっちの幸せの総量が多い方向へ向かえるんじゃないかな。これはもう分かんないですけど、真実は分かんないけど、私はなんか、すごく戦うわけではないけど諦めないっていう、完全に諦めちゃわないっていうのが自分のできる正解なのかなって思っています。こんな風な考え方をするのは、もう本当に大の大冒険を小さい頃から読んでたからだなって思う。この最後のクライマックスシーンは本当にそういうことをたくさん考えさせられるなって思います。で、この勝利の実感のシーンで、そのバーンがとても太陽に強く照らされていることが、バーンが悲願、太陽の力を悲願していたっていうところにすごく結びつく演出なのかな。で、メルとポップが交信できて、その後ロンベルクとバーンが話すシーンがあるんですけど、ロンベルクがここでバーンにもう一回スカウトされるんですよね。ここにいたら安全だから来るかいっていうふうに言うんですけど、それを断る。あなたといた時が一番恵まれていて一番裕福だった、まあ何不自由なかったんだけど、自分がどんどん腐っていく一番退屈な時間だったっていうことをバーンに言うんですよね。で、これを伝えられたバーンはちょっとイラッとするこう表現があるんですよね。今すぐ消してやろうみたいな感じで、バーンがこうやってスカウトした人って何人もいたと思うんですけど、まあダイとロンベルクには間違いなく断られていて、バランとかハドラーとか自分の傘下に取り入れることができたと思った人もことごとく裏切っているんですよね。で、ザボエラは、まあ、バーンといる方が得だなと思っていたわけだし、別にそこにこう大きな忠義があったわけではないと思ってて、で、ミストだけがその忠義をしっかりとバーンに尽くした人だと思うんですよ。なんか私はこれでバーンはミストがいなくなったこと結構寂しいんじゃないかって、まあこれは私の価値観で勝手な判断をしてるんですけど、でも、ロンベルクに断られた時にイラッとするっていうのは、本当はもっとこう称賛してほしいというか、近い言葉で言うとすれば承認欲求みたいなものが、認められたいっていう気持ちがバーンにはあるんじゃないかってちょっと思ったんですね。なんかみんな離れていくと思うんですよ。でもバーンには強い力もあって、そういうまあロンベルクが裕福だったって感じるような、不自由がなかったって感じるような、現実世界で例えるとその人といたらお金に困らないし、こう社会的な立場として上に立てるよっていうのはバーンと一緒にいると生まれると思うんですよ。でもそれに賛同してきた人は自分のことを認めてくれているわけではないし、利があるからっていうのでバーンとつながっているだけで、バーンと本当につながってくれる人っていうのは一人もいなくって、なんかミストに関してはもはや共依存だったんじゃないかって感じるんですよね。だからそれをなんかロンベルクにしっかりと突きつけられる、お前といても退屈だっていう、お前といたらめっちゃ得することがあるかもしれないけど退屈なんだよね、だからいいですっていう風に、どう考えても利益はこっちといた方があるのにって思うんだけど、心の面で断られてしまうっていうのがめっちゃ悲しいというか寂しいんじゃないかなって思ったんですよね。無自覚だったとしても、そのセリフでイラッとするってことは、本当はなんかこう大たちの持っている魂の絆みたいなものが本当は欲しいのかな。これって私、これも余談なんですけど、これをすごいよく考えるのが、じゃあそういう大たちは魂の絆を持っていて、まあ友達がいてとか、信頼できる人間がいてとか、自分のことを認めてくれる人がいてっていうことが
とてもダイたちにとって幸せな出来事だと思うんですよね。で、それがないバーンは不幸せっていうのはダイたちの価値観での判断だと思うんですよ。まあ、私たちの価値観での判断、寂しいんじゃないかとか、本当は誰かと絆のつながりが欲しいんじゃないかっていうのは私たちの判断なんですよね、一旦。で、それが実際そうなのか、例えばそれがあったらバーンはバーンの感じ方としてもっと幸せな選択っていうのがあったのか、それとももうそもそもバーンの感じ方、価値観ではなくて感じ方が新しい価値観を取り入れたところで、あ、そうなんだ、あ、確かにこっちの方が幸せだなってなることはなくって、あ、そうなんだ、うん、やってみたけどでもやっぱ前の方が幸せだなって思うのかどうかってすごく私考えるんですよね。寂しそうだなって思う人は本当に寂しいのかどうか、寂しいってその人が今気づいてる気づいてないじゃなくって、うん、私たちの思う寂しくない状態っていうのをその人たちが経験した時に、あ、本当だ、こうなら寂しくないなって思うのか、うん、これはやっぱ関係なかったなって思うのかっていう、これはすごく難しいなって思うんですよね。それは価値観ではなくってもう本質というか、もうその人の生まれ持った性質そのものでどう感じるかっていうのはなんか測り得ないので難しいなと思うけど、まあ、私の感想としてはバーンはもしかしたら本当は寂しいんじゃないか、そういう魂の絆というものをバーンが感じられるような人生のどこかにそういうものがあったら、ロンベルクみたいに力が正義っていう理論じゃなくって別の幸せの生き方があるっていう風になれたのかどうか、っていうのはすごく考えますね。そして今回のもうメインというか、この大の大冒険の一番の名シーンと言われる線香のようにのシーンなんですけど、これもなんかすごい自分の思想の話になっちゃうかもしれないんですけど、まず四季が伸びただけだって言ったバーンに対して、いや四季って何なんだっていう、何千年も生きるあなたたちの思う四季だとか無駄だとかっていうことと、まあ、50年から100年ぐらいしか生きられない自分たちにとっての四季っていうのは全然意味が違うっていう、まあ、小さすぎてバーンが見えていないことをポップが説明しているという感じだと思うんですけど、ポップ自身がバーンとベルザーの会話を聞いて雲の上の会話だって思うんですよね。何千年も地上のことを蓋ぐらいにしか思ってなかったやつらっていう風に、これさっき話した話と矛盾しちゃうんですけど、さっきそのバーンがその悲願のために頑張ってきた年月とダイたちの冒険はすごくこう年月の差があるって言ったこととめっちゃ矛盾すること今から言うんですけど、逆にそのバーンとベルザーが魔界の蓋だと地上のことを思っていた期間の長さと、ポップが今まで生きてきた15年を比べるのは違うなってきっとポップが思い直したんだと思ったんですよ。雲の上の会話だって思って、そりゃ叶わないって思ったんだけど、いや違う、そうじゃないって思い直したのがこの線香のようにっていう言葉だと思うんですよね。そもそも向こうは LED こう半永久的につく、でも自分たちはそれに比べて一瞬しか光れない、一瞬しか光れないんだったらその LED の長さというものに対抗して線香のようにめっちゃ強く輝いてやるんだっていうことを、雲の上の会話だって思った自分を打ち消すために考えたことかなって思ったんですね。で、この線香のようにの前にそのポップの母親スティーヌが言った言葉として、死が怖いと言ったポップに、人間は誰でもいつか死ぬ、だから一生懸命生きるのよって、この言葉私この当時読んでた時はなんかそこまで深く刺さってなかったんですよね。読んでた自分がまあすごく小さかった。でポップもきっとそれを言われた時なんとなくふんわりそっかって思ったと思うんですよ。でもそれを今ここで命が消える消えない、未来が消える消えないっていう場面に直面して、きっとポップも今この言葉のその深い意味というか強さが分かった、だから思い出したんじゃないかなって思った。ずっとだから一生懸命生きるのよっていう言葉を胸に今まで戦ってきたんじゃなくって、もう死ぬかもしれないっていうこの瞬間にこの言葉を思い出したんだなって、ロンベルクの話を聞いてて思い出したっていう話をしてるんですけど、まさにそうなんじゃないかなって思ったんですよね。本当に自分も漫画で読んでた時にはすごくふわっとしてたんですけど、なんかまあ大人になって、で特にここ数年特に思う、まあ、自分も年を取ってきたっていうのもあると思うんですけど、終わりって近づいてくるんだよなって考えるようになって、
それはどこで終わるかわからないし、自分たちが頑張ることでその終わりは伸びるのかもしれないし、まあ伸びたところで終わりっていうのは絶対にあるのかもしれないし、まあこれはわからないことだけど、まあ、少なくとも命には終わりがあって、自分たちは絶対いつか死ぬんですよね。でやっぱり大人になった今って、親しい人との別れとか死というものが誰かと自分を物理的に話すっていうことを経験したわけですよね。漫画を読んでた頃にはまだ経験がなかったことが、今はもう自分は何度か経験していて、あ、本当になんかいなくなっちゃうんだよなっていうことがすごくこう、実感できなかったり、よくわからなかったりっていうことを繰り返しながら、大人になっても全然わかんない時もあるんですけど、なんでっていう時もあるんだけど、でもまあそうやって受け止めてきた、受け入れられなくても、あ、それはそこにある事実だから、そういうものをこう持って歩いてきたんですよね、その漫画を読んでた当時より。で自分自身もずっとこうやって、ずっとこの楽しい時間が続けばいいのにって思うけど、まあ、分かりやすく体力も落ちてくるし、コロナ禍に入って今までできていたことができなくなったりとかっていうこともとても増えたし、なんか2019年までのカメラホルダー見返して、うわこんなこといっぱいしてたなみたいな、楽しかったなって思うけど、今はこれはちょっとできないなとかいうこともたくさんあるし、もっとこの時間ずっと続いてほしいって思った時に、死ということを考えたら死にたくないなとか、誰かが死んでしまう悲しさを思い出したらやっぱり嫌だなって思ったりとかっていうのは、いなくなった後私はどうやって生きていくんだろうって思ったりとか、そういうことっていうのはなくならないんですよね。なくならないんだけど、その事実は変えられない。誰かが死ぬ、自分が死ぬって、いつか死ぬんだっていう事実は変えられない。だから死後の世界とか生まれ変わりとかっていうことは、生きている人間のためにあるというか、もちろんね、あのいろんな人の宗教観をこう否定する意図はないんですけど、自分の考えとして今話してるんですけど、なんで死ぬんだろうとか、死ぬのが怖いなとか、誰かと別れてしまう、死が誰かとの間に隔たってしまうということが怖いって思う人にとって、心を安定させるために死後の世界とか生まれ変わりっていう言葉は生まれたんだと思うんですよね。もちろん自分もその言葉に頼ることはとてもある、まあ、分かりやすいところで言うと、自分の、中学生の時から飼ってた猫がデビューの年ぐらいに亡くなったんですけど、その子の兄弟が最近まで生きてて、最近亡くなったんですよね。やっぱりその時に、あ、向こうの世界であの子が迎えに来てくれてるといいなとか、向こうの世界で再会して仲良くしてくれて、てたら嬉しいなとか、そういうことを考えることで、こう残された自分の気持ちが少し楽になったりとか、そういうことってすごいあるし、自分もそれに頼ることはとても多いんですけど、なんかこれ大体の話だよね。ちょっとなんか今日なんか重い話をしすぎなのかなと思うんですけど、でもこういうことを考えるようになったのはこの大々の、影響なんで、ちょっと話すんですけど、でもここでポップが言うのって、その死が怖いから死んだ後のこととか生まれ変わったらとか、そんな話ではなくって、いつか死ぬっていう事実は変えられないんだって、それはしっかり受け止めて、それはもう事実だから、そうだから今何するかなんだよっていう話をするんですよね。だからバーに対して、それとも死なねえのかなって言ってるんですよね。何千年生きるんだ、それとも 何千年か何万年か、それとも死なねえのかって。死なないんだとしたら、きっと分かんない気持ちなんですよね。終わりがあるから今何をするかっていうことに対して、すごくこうグッと考えられるというか、いつか終わるからもう何もしなくていいやじゃなくって、いつか終わるってことを考えるってことは、この時が惜しいってことであって、この時が惜しいんだったら、いつ終わるかっていうことを考えたり、終わったらどうするんだろうってことを考えるよりも、今何をできるか、何をするべきか、自分は何をしたいのかっていうことを考える、それが線香のように生きてやるっていうことなのかなって思いました。でそれは、精神的な意味ではなく、行動を促す言葉としては、アバン先生のジタバタしかできないなら方法はただ一つ、皆さんジタバタしましょうっていう言葉とも通じてるなと思ってて、やっぱりポップはすごくアバンイズムを受け継いでいる、アバン先生のことを誰よりも尊敬しているし、切れ者なら自分以上がいるってアバン先生がポップに言ったのは、やっぱりポップがそういうところをしっかりと判断できる人だからなんじゃないかなって思ったんですよね。その分、心のケアとか寄り添うみたいなところは、もしかしたらマームとかの方が上手なのかもしれないけど、でも実際にポップは事実を見るっていう行動で
これまでに何度もダイを救ってるんですよね。ドラゴンの騎士がなんだ、勇者がどうした、俺にとってダイはダイだっていうあのセリフのところだって、勇者だからこうしなきゃいけないとか、ドラゴンの騎士なのにこれができなかったとかっていうことを悔やんでいるダイに対して、いやそれ関係あるって、ダイはダイであって別に何々だからどうだったっていう話は関係なくって、大魔王今進行してきてるけどでどうするみたいな、それをこうちゃんと考えられる、でも優しさがあるから俺にとって大は大だっていう言葉でちゃんと大に伝わるんだと思うんですよね。そのシーンもあったから、この大が立ち上がるシーンが私は大の大冒険の中で、好きっていう言葉で言うと一番好きなシーン、なんか一番こう大事なシーンとか一番心に残ってるシーンとか、まあいろいろな言い方あので自分の中にいろんなシーンがあるんですけど、めっちゃ欲張りなんですけど、でも好きっていうシーンで言うと、もう本当にこのシーンが一番好きですね。線香のようにっていうセリフ自身とか、一生懸命生きるのよっていう言葉自体じゃなくって、私はこのポップが、冷静にというか、感情的ではあるんだけど考えとしては冷静に今どうするべきかっていうことを強く表明した時に、ダイが立ち上がるこのシーンがもう一番グッとくるし大好きなシーンなんですよね。でこれ漫画だとすごく余白の多いシーンなんですよね。白いページと感じるようなダイの言葉とポップのダイを見てる姿が描写されていて、めくったら君に出会えてよかったってなる。でアニメで白いページと思っていたその大好きなシーンがアニメですごく色づいて臨場感たっぷりになったんですけど、漫画と違う感じ方で作られていたのが、漫画だと立ち上がってシーンが切り替わるんですけど、アニメは立ち上がってポップがダイって言って2人でバーに飛びかかっていく。で今日そこで最後終わったんですけど、あ2人がただ立ち上がったっていうだけではなくって、そうだから何をしなきゃいけないのかっていう行動を最後にして終わるっていうのが、アニメの本当にアニメのスタッフさんのその代々愛もそうだし、大のこのシーンの素晴らしさをよりまた素晴らしいという点を加えてくれた、もうすごい漫画だとそこは想像なんだけど、そうだよね、2人は今何をすべきかっていうことを考えたんだから、そりゃ飛びかかるよねっていうのを描いてくれてありがとうございますってすごく思いましたね。本当にくじけそうになった時に、ポップがいつも立ち上がらせてくれたってダイが言うんですけど、本当にそうで、私はあの月夜の散歩のシーンもめっちゃ好きなんですけど、いつもなんか根性論ではなくって、でどうしたいのみたいな、なんかちょっとあの結構スパルタな会社の社員みたいな上司みたいになりますけど、でお前はどうしたいのみたいになりますけど、でもなんか、それをちゃんと導いてくれる、もうポップはすごい、なんだろう、アバン先生の後をもし誰かが継ぐんだとしたらポップだなって思いますよね。ロジカルな考え方とかっていうのをすごくできる。なんか今この後のいろいろを考えてちょっと止まってしまいました。このまだ放送されてない部分のいろいろを考えて止まっちゃいました。とりあえず今日はそんなこの大の大冒険の一番の名シーンがついにアニメで描かれて、本当に素晴らしい演出描かれ方だったなって、このベルザーとの会話が入って、バーンの悲願達成とそのかけてきた年月が描かれていて、そこに自分たちはそれに比べた一瞬かもしれないけど線香のように生きるんだっていう対比としてちゃんと入って、最後大が立ち上がって、そして諦めずに次何をするのかっていう行動をするところまで、もうこの96話はなんか伝説に残していいと思う。もう素晴らしかったです。本当にありがとうございます。はい、それで次回のタイトルが神の涙。もう次週自分がちゃんと動画を撮れてるのかすごい不安ですけど撮ります。あと今回すごい小さいことで気になったので、なんかこれ理由わかるよって方いたら教えていただきたいんですけど、エイミさんのセリフじゃなくなってたんですよね。あの
ルーラさえ使えたらパプニカなんとかなるのにっていう言葉、あれなんでエイミさんの言葉じゃなくなってたんだろう。実はエイミはヒャドが使えないのか、ルーラが使えたのか、なんかあの矛盾が発生してたんですかね。バダックさんのセリフになってて、でバダックさんがルーラ使えたところでバダックさんヒャド使えないだろうし、ちょっとこれどういうことなんだろうっていうのすごいあの気になったので、まだ全然考えられてないというか、ちょっと他のこと考えてばっかりで、検索とかもできてないんですけど、もし分かる人いたらちょっと教えてほしいなと思います。はい、ということで96話の感想を話してきましたけど、なんか96話の感想もそうなんだけど、なんかすごい思想的な話になってしまって、あのみんな離れていかないでってすごい思ってるんですけど、でも本当にこのここの96話にその大の大冒険見て考える一番のテーマというかが私は詰まってるなって思うところ、自分が大の大冒険読んで育ってきたからこういう風に考えるようになったっていうのが一番強いシーンだと思うので、しっかり話させてもらいました。はい、ということで今回も前々回の動画についたコメントにお返事をしていきたいと思います。ちょっとこう動画をね出すスパンがおかしくなってしまったので、ちょっとずれてるんですけど、93話94話の動画についたコメントに感想を返していきたいと思います。お返事を返していきたいと思います。いつもコメントありがとうございます。斉藤隆さん、よく勉強ができて頭がいいと言いますが、それはよく勘違いされがちで、勉強ができるというだけで頭がいいではないんですよね。そして頭の回転が速いというのは直感力、判断力、洞察力が瞬時に解放している状態です。切れ者といってもポップはそれが強く表れているように思います。この頭がいいとはとはっていう話、ポップこそ天才型なんじゃないかって思うんですよね。で、勉強ができる人っていうのはとても努力の才能がある人だと思うんですよ。これはミスト・バーンが憧れた才能であって、努力をして自分を高めることができるっていうのはそれだけで才能なんだってことをミストはこう言ってくれてると思うんですけど、ポップはもちろんアバン先生の下で修行した期間っていうのは多分長いんだけど、越えられなそうな壁があるとすぐ掘り出してしまう、逃げ出してしまうっていう癖があったんですよね。だからポップって意外とその要所要所で努力はしてるんだけど、ずっとコツコツ努力して頑張ってきたってタイプではないと思うんですよね。だから天才か努力型かみたいなところで言うと、ポップは多分天才型なんじゃないかな。まあ要領がいいっていうのが多分一番言葉としては当てはまるんでしょうけど、ポップのこのいわゆる頭がいい、回転が速いみたいなところとか要領がいいっていうところって、そのポップの育った環境に由来することは大いにあるんじゃないかなと思ってて、なんだろう、過酷な環境で育ってないからこその余裕みたいな、なんか余裕っていうと、なんか過酷な環境で育った人には余裕がないのかっていう、なんかそう、ちょっとそういうことではないんだけど、なんだろうな、自己肯定感みたいな話だと思うんですけど、一番近い言葉で言うと、ポップはすごく自分に自信はないんだけど、自己肯定感っていうものはすごく高い人なんじゃないかなって、それがこの容量の良さみたいなところにすごく出てるんじゃないかなって。なんか辛い時こそ根性で乗り越えるんだみたいなことをやってきていないからこその、どうしたらいいかなって考えられるというか、ただただ根性で立ち向かっていくんじゃなくて方法を考えるみたいなところは、そういうところに由来してるんじゃないかなって考えました。池田さん、アバン先生のシーンにあえてセリフをつけるなら分かっていますよだと思っています。あのこれあれですね、瞳になる直前に手を伸ばしたシーン、唇を噛みしめて台を静止し、奥義を見極め勇者の一撃につなげようと非常な決断をしたポップに対しての理解と優しさなのではないか、捨て駒にしてすいませんというポップの心にわだかまりが残らないようにする、いかにもアバン先生らしいやり方だと思う。その後の展開は熱すぎてもはや目が見えん涙で、ね、いやこれめっちゃそうだなと思いました。うん、ラハルトとヒムに対してお前らの命を俺にくれっていうセリフをこの後言いますけど、 そこでこう、まあ、捨て駒とか玉よけとかっていう、まあ、失礼な使い方をアバン先生にしたということは事実としてあるんだけど、アバン先生はそれで合ってるんだよって、ポップそれが正解なんだよって理解してるよってことをポップにちゃんと伝えてあげて、ポップが動きやすいようにするというか、アバン先生らしいやり方っていうのは本当にそうですね。ムンタさん、原作にないアニメならではのシグマの演出がすごく良かったです。制作人分かってる。本当それ、制作人分かってるなんですよ。制作人分かってるすぎる、もうこのアニメは。何よりやっぱシグマのシャハルの鏡がヒムの瞳に落ちるところっていうのを描いているのは本当に素晴らしいの一言につきますよね。ヨウカンさん、チウの瞳の本曲がカラミティウォールにやられそうになった時のチウの僕なのねん、ヒムちゃんってセリフが大好き。緊迫した場面なのにちょっと笑いました。いや本当チウはめちゃくちゃいいこと言うし、
めちゃくちゃかっこいいんだけど、シーンを柔らかくしてくれるっていうのもになってて、あれでもあのシーン本当にちっちゃい頃も思ってましたけど、ポップがカラミティウォールをしのごうとした場所だと治癒は削れちゃうんですよね、きっと。でその前にヒムが飛び出す、まあポップはもしかしたらこの魔法力で何か遠隔でしようとしたのかもしれないですけど、遠距離攻撃でしようとしたのかもしれないからわかんないけど、前に飛び出すんですよね、治癒の瞳の。だからあれ治癒の瞳の位置をヒムは分かってた、ちゃんと助けるために動いてるんですよね、あれ。三島幸太郎さん、ついこの前まで敵だったヒムとラハルトがダイとポップのためにくれてやるぞ俺の命と叫びバーンに突っ込んでいくシーン、熱すぎです。漫画では淡々と読んでいた箇所ですが、アニメではテンション爆上がりで見てしまいました。いやこれアニメで本当にすごいすごかったです。バーンならこっちだっていうセリフが足されてたこともそうだけど、熱いシーンになってたんですよね、やっぱり。漫画で読むとなんかもはや目が見えん、大魔王はどっちだみたいな、こう静かなる闘志っぽい感じに感じてたんですけど、ポップに応えるぞって感じがめちゃくちゃ熱く表現されてて、テンションが上がるっていうのはめっちゃわかります。シンビリオさん、絵文字つけてくれてますね。最後まで見ましたよの絵文字を適当につけてみました。そう、前回の動画でね、最後まで見ましたよっていう絵文字をなんかつけてもらおうと思ったけど、やっぱいいやって言ったんですけど、つけてくれてありがとうございます。原作と違う部分が嫌じゃない、本当にそれは同意です。ここもカットせずに入れてほしかったという欲求はありますが、追加されて嫌だなと思う箇所がなくて愛を感じて最高ですね。これ本当にそうですよね。なんかそんなの追加したらさ変わっちゃうじゃんみたいに思わない、ヒムの一言でありアバン先生の解説であり、何がこう付け足されていても絶対違和感なく付けてくれてる、あそりゃそうだよねとか、その人がそういうのめっちゃ納得だわみたいな風に付けてくれてるのが、本当に原作をすごく好きだとかめっちゃ読み込んでるとか、もしくは、まあ、三条先生がいやその人はそういうこと言わないよって言ったら必ず変えてるのかわかんないですけど、子さんの読者に嫌な思いをさせていないというのが素晴らしいなって。エンド・オブ・オーシャンさん、魂の絆の言語化がすごく納得感ありました。魂と受け取っているバーンと、実際にこれまでの旅路と人々という実質的な絆の強さを見ているポップ、その見ているものの違いがあるというのは本当にそうですね。もしかしてバーンが魂の力を感じる別の世界線もあり得たのかと思うと、それも興味深いなと思います。これさっき私が話してたこととちょっと通ずるのかなと思うんですけど、バーンがその魂じゃなくって絆の方に目が行く世界は、バーンの感じ方はどうだったのかっていう、これ本当にどうなんですかね、なんか知りたいですよね。もちろん私たちの解釈で都合のいい物語を作り出すことはいくらでもできると思うけど、本当にバーンが存在していたとしてどう感じるのかっていうのは私もすごく興味があります。全然話別ですが、9月27日のライブ行きたいと思ってます。9月28日です。9月28日水曜日、下北沢440でライブありますので、平日の夜なのでね行けないって方もたくさんいらっしゃると思うし、ちょっと時間的にもね間に合わないとかっていうこともあると思うので、無理はしなくても全然大丈夫。これからもライブたくさんしていきますので、機会あれば遊びに来てください。ぜひ、YouTube で私のこと知ってくれた方は、大の大冒険の感想動画見て知りましたって言ってくれると、あ、嬉しいってきっと思うので、よかったらぜひ伝えてください。もちろん昔から応援してくださってる方も、昔から応援してますって言っていただいても大丈夫ですし、もちろんね顔のわかる方もいらっしゃるので、よかったらサイン会今回もできると思っていますので、ぜひ参加してください。黒箱さん、ラハルトがアバンに剣を渡すシーンが地味に好き。発売当時から何回も読んでるのにネットで知るまで気づきませんでしたが、三条先生、やべアバンの剣折れてないんだった、しれっと理由なく剣を持たせると読者から突っ込まれるだろうし、魔装に剣がついていてラハルトから渡すにしようとか考えていたのかなと思ったりします。これまあ そうですね、三条先生がどの時点で気づいて付け足したのか、もしくは最初からいや魔装のやつの剣使うことにしようと思ってたのか分かんないですけど、なんかこのシーンすごくこう三段で覚えてるんですよね。大様の回復をしろ、その間私たちが押さえといてやらーっていうこの三段で覚えてるから、すごくこう剣を渡してた印象は私にはめっちゃ強く残ってるんですけど、で魔装っていろんな武器がついてるっていうのが最初から特徴としてあるので、まあ、最初から考えられてたのかもしれないですね。マッピーチャッピーさん、 Y が感動した3大場面、1ミナカトールの時のポップとメルル、2ダイヤナインの時のポップとハドラ、3黒のコアの時のポップとシンバーン、ついに96話で3が見れるか、感無量やわ。バーンのセリフですね、感無量。いやーこの分かります、このシーンを、この線香のようにのシーンをアニメで見れる日が来るなんて思ってなかったですよね。ずっと何年も大の大冒険読んできて、そんな日が来る
ってあるんだって、もう本当になんか好きって言い続けることとか信じることとかなんかすごい大事だよなって、大の大冒険を好きって思ってどうにかしたいって思ってた人が、それは作者本人なのかもしれないし制作陣にいるのかもしれないし分かんないですけど、そういう人がいなかったら絶対今回アニメ化なんかされてないわけだから、いやすごい大事だよなって、待っててよかったなって思います。安部茂樹さん、まずゴールデンカムイ読んでおすすめです。おお、いや読もう、読みます。なんかちょっと前っていうか、ちょっと前って全然嘘、半年以上前にポチって買い物カゴには入れたんですよ。でもそれをまだ買ってなくて、いやちょっとそうですね、読み始めないとな、どっかスケジュールに余裕ができたタイミングで、うん、読み始めたいと思います。H葵さん、この漫画本当にいらないキャラが皆無なんですよね。バーンの魂なので要は殺せんに対し、シグマの魂には肉体以上の強さを与える力がある、ハドラー様からいただいたこの魂は私の誇りだからな、を背負った武器屋の平凡な息子がアンチテーゼを叩きつけるんですから、誰がここでシグマの言葉が生きてくると予想できたのか。いやこれ本当そうですね、すごい、確かにシグマ魂の話してるんですね。だからその絆っていうのがまたね生きてくる、何千年も生きてる最強のバーンに対して平凡な一般家庭で育った、でもたくさんの人の魂の絆をしっかりと握ってやってきたポップが、生きる年月的に無駄であるとか魂なんて無駄であるって言ってくる人に対して、無駄なんかじゃないんだってことをしっかりとこう叩きつける。いやそう考えるとよりやっぱりこのシーンの素晴らしさ、いやなんかちょっとうまく言えない、今なんかちょっと感動しててうまく言えないんですけど、これ確かにそうですね、本当にだってシグマなんて生きてる時間めちゃくちゃ短かったわけですからね、生まれてすぐに死んじゃったわけだから、でも魂っていうものがあって、それを本人が誇りに思っていて、それの絆をしっかりポップがつないでいくっていう、なんか素晴らしいですね。はい、ということで96話の感想と、前々回の動画についたコメントにお返事させていただきました。もうちょっと熱く語りすぎて、なんかまあ、それぞれの大の大冒険に対する感情とか見方っていうのがあると思うんですけど、私は私なりの感情見方で、その話を今日はしました。すごい深い内容というか重い内容にもなったかなと思うんですけど、何度も言うけど大の大冒険があったからこういう考え方の人間になったので、それをこうやって皆さんに聞いてもらえる場所があることをすごく幸せだなと思います。私は歌を歌っている人間なので、これまでも何曲も歌詞という形で自分の気持ちを書いてきたりとか、これからもきっとそういう活動していく、歌に気持ちを乗せて表現するっていうことをやっていくと思うんですけど、祈りっていう曲があって、ローマ字で小文字で祈りっていう曲なんですけど、その曲の歌詞が私はすごく、自分が考え込みすぎてしまう時とか、自分の力って本当に小さいなって無力感に苛まれたりする時に、自分で聞き返して生きるという選択を続けられることができる曲を書きたくて、この祈りっていう曲を書いたんですけど、この曲の歌詞とかまさにもう私は本当に大の大冒険を読んで育ってきていなかったら、こんな風な考え方でこんな曲は書けなかったなと思うし、自分にとってとても大切な曲なので、大の大冒険から学んだことを私はきっとこれからも形にして活動していくと思うんですよね。この YouTube ももちろんなんか単純に好きだからやってるんですけど、こういう風に感じたってことを人に聞いてもらえることがとっても、ありがたい場所だなって思います。なので皆さん聞いてくれて本当にありがとうございます。でも感じ方はね人それぞれだし、考え方も人それぞれだから、こういうことを大の大冒険伝えてるんだとかではなくって、こういうことを私は受け取ったけどみんなはどう思いますかっていう感じの動画だと思って見てくれたらいいなと思います。はい、次回の97話ももちろん感想アップします。もう97話は私にとって多分一番大切な、回になるのかなと思うので、来週も一緒に皆さんとこの気持ちを分け合えたらいいなと思います。はい、そして途中でもねお知らせしましたけれども、9月28日にはライブがありますし、これからもいろいろとライブがちょこちょこと増えてくるので、いろんな地域でいろんな形で皆さんとお会いできる機会があればいいなと思っています。ライブの時はいつも物販を構えて、これはサインを入れられますよっていうグッズには直接サインをお入れする時間を作るように
していますので、もし機会があれば会いに来てくださったら嬉しいなと思います。動画面白かったよとか、また次も楽しみにしてるよとか、内容に納得はいかないけど、まあ活動は続けてくれよとか、そういう気持ちをぜひグッドボタンで教えてくれたら嬉しいなと思います。そしてまだの方はチャンネル登録もしていただけたらとても嬉しいです。なんか本当に気候がむちゃくちゃで、雨がねすごく降り続いたりとか、危険な目にあったり体調崩したりっていう方もいらっしゃるのかなと思うので、皆さん本当に自分の安全には気をつけて、そしてご自愛なさっていただきたいなと思います。ご自愛ご安全っていうのを、私は自分のファンクラブみたいなファンコミュニティっていうのをやってるんですけど、ご自愛ご安全っていうのも合言葉のように使ってるんですけど、皆さんにもご自愛ご安全、いただけたらなと思います。動画最後まで見てくれてありがとうございました。以上、うららでした。